い、どうもネギです。本日はですね、皆さんにちょっと報告がありまして、まあ、ちょっと見ればわかると思うんですけど、子猫を飼い始めました。あのうなチャンネル家族ができました。で、最近ちょっと一人暮らしを始めまして、まあ、実家の方にはね、めいちゃんというあのもう大人の猫ちゃんがいるんですけど、あのついにあのこっちのあの一人暮らしの家にね、飼い始めたんですけど、すごい悩んだんですよ。あのやっぱ命、猫ちゃんの命を、まあ、育てられるのかっていろいろ本当に悩んで、めちゃくちゃ悩んだ末にペットショップに行ったら、もう可愛くて、あのこれ可愛いでしょ、みんな可愛い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 。名前はね、ドラちゃん、ドラちゃんです。子猫でもう可愛くて、もうやんちゃでさ、最初俺ん家来た時そんななんかもうビクビクしてて、でペットショップいる時もなんか元気が最初なかったんです。ご飯も食べないって言われてて、今はもう食欲旺盛、ほらご飯とお水のとこにね、食べに行ったりトイレに行ったり。ドラちゃんです、皆さんよろしくお願いします。新しい家族。あ、トイレ行った、トイレに行っちゃった。ドラちゃん、みんなここ見ちゃダメだよ。ドラちゃん、ドラちゃん、かわいいね。ドラちゃんかわいいね。かわいい。男の子です、ドラちゃんは。オスなのです。うわぁ。あ、痛い。かわいい。かわいいでしょ。うわ、掴んでる。噛んでる。ドラちゃん。かわいい。種類はね、ブリティッシュショートヘアっていう種類みたいですね。俺のベッドの隅っこに。ドラちゃん、ドラちゃん、布伸びてる、ここ好きなんだ。ドラちゃん登ってきてる、登ってきてる、頑張れ頑張れ。あ、ダメか。かわいい。